好みの心置きなく。皆さんこんばんは、小原好みです。この番組は私小原好みがいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は5月1日、もう5月ですよ。あと1ヶ月したらもう半年終わっちゃったねっていうようになっちゃうの。その発言も早いか早いね、早いね。はい。で、前々回かな、写真撮影するときに、この番組のいつもツイッター更新されるじゃないですか。その時に確か私にキャッチコピーをつけるとしたらみたいな、なんかそういうのを書いてたと思うんですよ。そしたらなんかメールいただけて、いくつかいただいた中でその中の1名の方を今回ちょっと読ませていただきます。で、いきますね。ココネームゆず茶さんからいただきました。ありがとうございます。小原さん、ココラジスタッフの皆さんこんばんは。毎週癒しの時間をありがとうございます。とんでもない。突然ですが、前回のココラジでキャッチコピーのお話が出た際、小原さんが必死でテンションの上がる、小原さんが必死じゃない。小原さんが必殺技でテンションの上がるシャミ子のように盛り上がっていたのを聞いて、ココラジ放送後に小原さんのキャッチコピーいろいろ考えてみました。せっかくですので、個人的にしっくりきたと思うものをお送りします。その1、透き通るアロマボイス、小原好み。その2、頑張り屋さんなポンコツ癒し系、小原好み。その3、声は可愛く、心は母、小原好み。その4、あ、無印と書いて、ノーマーク声優、小原好み。その5、感情表現無限大、小原好み。その6、お好みの声をお届けします、小原好み。その7、川越の看板声優、小原好み。素人が考えたものなので、不出来なものがあるかと思いますが、一つでも小原さんが気に入ってくだされば幸いです。貴重なお時間をありがとうございます。なんだろう、私は何、自分で透き通るアロマボイスとか言えないし、あれだよね、川越の看板声優っても言いたいけど、最近そんなにイケてないし、何がいいんだろうって思ってたら、作家さんが私も考えますって、これさ、これさ、作家さんが考えたやつだからね。いくね。みんなの心は好みのもの。好みの心は好みのもの。みんなの心を狙い撃ち。声優の小原好みです。舐めとるのか。なんだろうさ、なんだろうね。この番組もそうだけどさ、合法的に私にこう言わせたいセリフをこう言わせようとする人増えてない？あっちの国レイディオでもそう。まあ楽しんでいただけてるなら嬉しいです。なんだろう、おかしいな、始まる前。作家さん、いや考えてみたんですけど大変ですよねとかすごい難しい顔したのに。完全にネタじゃん。はい、皆さんも引き続き何か思いついた、え？使ってください。どれをですか？ああ、じゃあゆず茶さんからいただいたものの一つを今後ちょっとランダムに使っていこうかなと思います。忘れたらあれなので後で写真撮ろうと思います。では今日はそうだな、透き通るアロマボイス小原好みがお届けしますね。それではそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。堀さんからいただきました。帽子をかぶるならどんな帽子がいいですか？今実はキャップかぶってるんですけど、ハットとか実はかぶってみたい。小原好みの心置きなく。改めまして小原好みです。つばの広いハットとかかぶってみたいなって実はちょっと思ってるんですけど、なんだろう、帽子屋さんでこうそういうのちょっと一瞬かぶってみるんですけど、多分自分の中でしっくりこないっていうのちょっと恥ずかしいんだろうね。あとそういうハットをかぶる
のに見合った服を持ってないから、結局棚に戻してしまうんだけど。なんかそれこそ、小川葵ちゃんとか、高柳智代ちゃんとか似合いそうだよね。うん。私、高柳智代ちゃんのお顔すごく好きなんだよね。あの、女優さんみたいだよねって、やっと、街角魔族2丁目にして、告白をしました。顔は絡めてて、可愛かったです。みかんみたいだった。はい。ということで、ここからは、ふつおたを紹介していきたいと思います。ココネーム、サンさんからいただきました。あ、サンサンさんからいただきました。ややこしいね、ごめんね。ココちゃん、こんばんは、こんばんは。ココちゃんも以前出演した番組、声優パーク建設計画で、先日声優の大和田ひとみさんが、ココちゃんの名前を挙げていました。ほう。大和田さんの人物相関図紹介コーナーで意識している声優さんの矢印がココちゃんに伸びていました。大和田さんからの事務所以外の声優さんの話題が珍しかったので、ファンの一人としてもちょっと驚きました。ココちゃんに対しては、専門学校時代から演技で存在感があり、早くから声優として活躍するだろうと思っていたそうです。羽場戸の上映会の時に、ココちゃんも話していましたが、大和田さんとは声優になるための相談をした間柄だったそうですね。お二人の演技に入った時の単に可愛いだけじゃない、可愛らしい声の使い分けは聞いていてとても引き込まれます。今期共演の街角魔族を含め、お二人の今後のますますのご活躍を楽しみにしていますが、ココちゃんから見た、大和田さんの印象やエピソードなどあればぜひお聞かせください。という。メールです。ありがとうございます。そうなんだ。そうですね。私仲がいいから、ひとみって普段呼んでるんですけど、あの、ひとみとは、あの、この声の仕事をする前、まあ、ここでも結構話したことちょこちょこあったとは思うんだけど、あの、声優としてお仕事する2年3年ぐらい前から実は知り合いなんですよ。そうそうそう。あの、専門学校が実は一緒なんだけど、私は、全日制昼のコースで通って、彼女は夜間コースで通ってたから、実質出会ってはいないんだけど、その後のアフタースクールみたいなところで実は会ってて、そこで仲良くなったんですよ。で、私は当時、あの、役者の仕事をやってて、で、彼女は、あの、青鬼さんに、こう、入りたての頃。で、で、私が、あの、まあ、いろいろ考えて、その母の言葉もあったので、あの、声優としてこう、チャレンジしようと思った時に、全く声優さんのこう、事務所について詳しくもないから、でもその時から、なんとなく今の大沢事務所に行きたいとは思ってたんだけど、でも何にもわからないから、っていうのと、まあ、どっか、瞳から勇気をもらいたいっていうのもあって、一番に瞳に相談したのね。多分母親に声優のオーディションを受けるっていう前に多分母親よりも前に言ってる。そう言っていろいろ話聞いたりとか、なんか励ましてもらったりとか、だいぶ背中を押してくれた人なのね、瞳って。だから今考えると瞳の存在がなかったら声優なってないかもしれないっていうぐらい、当時はすごくお話聞いてくれたりとか相談に乗ってくれたお姉ちゃんで、そう、だからね、もうなんだろう、感謝してもしきれないぐらい、瞳のことは、なんだろう、大好きだし、しかもその、じゃあ私、オーディション受けてみようと思う、とかっていう風に言ってた時に、じゃあ受かって、まだ当時事務所どこってのも全く決めてない頃だったし、決まるともわかんなかった頃だから、どこか入ったら、絶対共演しようねって、なんか笑顔で、確かね、渋谷のどこかおしゃれなカフェを出た時、瞳に言われたんだよ。だけど何も当時私はなかったから、そんなの叶えられるだろうかってずっと思ってたの。そしたら、羽場戸では親友役で、今回のこの街角魔族では姉妹の役なんですよ。そう、ご縁があるから二人で嬉しいねっていう話をしたり、あとは仕事の後とかプライベートでも、あの、ちょこちょこ会ったりしている友人の一人です。一回あれだな、うちに泊まりに来たりとかしたこともあるんだよね、瞳って。そう、すごく仲いいから。あの、なんだろう、私も声優パーク出演させていただいた時はなかったコーナーだけど、人物相関図もしあるとしたら、私は瞳は
の名前は多分絶対挙げている一人だなって思いますね。嬉しい。瞳もなんかいつかゲストとかにね来てくれたら嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ではでは続けて、ココネーム斉藤圭介さんからいただきました。ありがとうございます。先日放送された鷲崎武の夜ナイト夜ナイトにて、4月のマンスリーアシスタントである富田美優ちゃんが好きな人として小原さんの名前を挙げ、最近ハマっていることに、え？小原さんがムービーを撮ってくれるので、それを見返して思い出に浸ると語っていました。小原さん、ご自身はここまで思われている自覚はありましたか？そうなんだ。あー、嬉しい。そうなんだ。そう、私、普段から、仲いい人だよ。仲いい人たちと一緒にいるときに、写真撮ったりとか、あ、動画回したりするの。記念写真とか、インスタとかに上げてるんだけど、そういうものだけじゃなくて、日常を切り取ったりとか。でも、一眼レフをわざわざ持ち歩くことはしてないから、スマホで撮ったり、とかするの。だから、それを、ちょうど、かぐやで最近稼働多かったから、それ多分送った時にの話なのかな、これ。嬉しいな。確か、かぐや様の放送カウントダウンの動画でも、なんか、富田美優ちゃんが、小原好美ちゃんに盗撮されててとかって言ってたんだけど。普段からね、仲いいからそういうやりとりをしてるんですが、かぐや様の、かぐや様関連のプライベートの写真、動画、携帯フォルダ見たら500を超えていて、なんか、なんだろう、正式にオファーしていただけたら多分そういう商品ができそうなぐらいある。出さないけどね。あとは個人的に鷲崎さんの番組アシスタントで出させていただいたのちょうど5月とかだったんですよ。だから1年ぐらい経つのかな。なそういう機会ないと鷲崎さんにお会いできないからな。鷲崎さんに会うとすごい元気出るんですよね。私、誰か伝えてください。また、鷲崎さん呼んでくださいっていうことも、あいつ言ってたよってお伝えください。はい。ではでは続けていきます。ココネーム、うたぴょんさんです。ココちゃん、こんばんは、こんばんは。先日、小林祐介さんと石上静香さんが放送しているゆずらじに、古川誠さんがゲストとして出演されていました。その時にココちゃんの話題が出て、4人で遊んだ時の話をしていると、小林さんがココちゃんのモノマネを始め、旦那であるズッチが激怒していました。小林さん自身は、モノマネは定評があると、おっしゃっていましたが、ココちゃんはご自身のモノマネをご覧になったことはありますか？あるよ。というか、このラジオ聞いた。そうそうそう。以前ね、4人で遊ぼうねって言って、実現したらって言って、みんなお忙しいので、なかなかスケジュールがと思ったら、奇跡的にスケジュール合う日があって、小林さんのお家で4人で、ちょっと、パーティーみたいな感じで楽しんだんですよ。遊んだんですよ。そう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 。想像できないでしょ？その4人がどういうパーティーって。めっちゃ楽しかった。マリオパーティーしたり、柔らか頭軸したり。もう小林さんが秒でやってくんだもん、柔らか頭軸。もう全然できない私。古川さんが、って言ってた。そう。あとなん、ああ、モノマネしてたね。わかんない。な、ズッチ怒ったし、けど、似てるんじゃない？私はあんまり、そこまで、アホな喋り方してるって、意識してない。普段の喋り方こそさ、役じゃないから、普通に喋ってるつもりなんだけど、そう、なんかそういうイメージがどうやらあるようで。あとは、やっぱキャラクターとしてそういう、ちょっと、抜けてる子とか。演じる機会があるから、なんか、私が演じてるキャラクターを真似して演じる方とか、例えば、かぐや様だと、石上くんが、藤原先輩だったら、って言って、藤原のあの言い方を、石上なりの言い回しでこうやってみたりとかっていう、なんか、モノマネされる時、だいぶなんか、したったらずっていうか、なんていうか誇張してみんなやるから、私そんなになんか歯が抜けたような喋り方してるのかなって思ったりしたりする。とは、この前、なんだろう、くのいちの現場かな？
で、スーシロちゃんが私のやってるキャラクターのモノマネをしてくれた時があったんだけど、なんか、その時も、アホがより、なんか、超えてて、なんだろう、私のキャラクターってみんな歯が抜けた感じにみんな聞こえんのかな。なんだろう。ちょっと、客観的に自分のお芝居ってもう聞くことができないから、どういう風に、なんかみんなにそういう風に届いているのかな。ちょっと気になるところでありますが。はい。ではでは、続けて読んでいきます。ラジオネーム、チムニーさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、こんばんは、こんばんは。高橋理恵さんと上田玲奈さんのラジオ番組で花森ゆみりちゃんとココちゃんをゲストに呼んで4人でお話ししたいとおっしゃっていましたよ。ココちゃんの声を素敵、好きと褒めていたのが同業者から見てもそうなんだと印象的でした。上様もリエリーもココちゃんとご飯に行きたそうにしていたので、ラジオゲストも、ご飯会も実現すると双方のファンとしては嬉しく思います。お二人とどんな話をされているのかとても気になりますね、というメールです。ありがとうございます。わざわざ番組で名前を挙げてくださってたんですね。ありがとうございます。リエリーとは、からかい上手の高木さんもそうだし、あとは大の大冒険とかでもご一緒してるから、帰り道に結構真剣なお芝居のお話したりとか、ほんと何でも話せる先輩。で、上田玲奈さんは、まあ、玲奈さんも番組で私のお話をしてくださった時に言ってたと思うんですけど、あんまりすごいお話したってことないんですよ。だけど、まあ、レナさんすごいなんか気になる存在って言ってくださっててすごく嬉しかったんですけど、私もすごくお芝居がすごく好きで、いろいろお話ししたいなって。で、ユミリちゃんがすごく仲がいいって言うから、じゃあいつかご飯しようねってしたけど、まあこのご時世のタイミングもあって、ちょっとなかなかそれが実現できていなくて。で、まあユミリちゃんとは、まあ、かぐやもそうだし、あとは彼女がプリキュアをやっていた間、なんかちょこちょこ連絡を、なんかこんな感じなんだとかって話をしてくれたりとか、あとはプライベートで、よくお茶したりとかしてるんですよ。だから、この4人揃ったら結構楽しいだろうね。どうなるんだろう。いやー。超女子会みたいになるんですかね。私もぜひお話ししたいです。楽しみにしてます。ではでは続けて読んでいきます。ココネーム、LS 涼介さんです。ココちゃんこんばんは、こんばんは。先日、姪の誕生日プレゼントにシルバニアファミリーを購入したことをきっかけに、シルバニアの動物さんたちや家具を集めることにハマってしまったのですが、ココちゃんはリカちゃんとシルバニア、どちら派でしたか？それとも、それ以外でしたか？というメールです。これは思わず懐かしくなって選ばせていただきました。私はシルバニア人形が大好きでですね、ちっちゃい時からいっぱい持ってたな。赤い屋根の大きなお家とか、あとは、緑の屋根の大きなお家が出た時は、確か何階建て？あれ3階建てとかの大きい家だったの。で、当時、これを誕生日に買ってって言ったら、絶対に買わないって言われて、ビービー泣いたのを覚えてる。で、うちの母が手先が器用な人なので、お家の中を、なんだ、布切れをこう貼ってくれてとか、あれ、電気とか、今のシルバニアは多分、家の中の電気をつけることができるお家とか多分あったと思うんだけど、当時はなかったの。なんか、外観はお家なんだけど、カパッと開けてみてお家の中見てみると、全部こう、肌色の、なんかベージュがかったお家になってて。だから、母が布を貼ってくれたりとか、照明をつけてくれたりとかして、すごい楽しかった思い出があって。実は最近、シルバニア人形ちょっと買ったんですよ。今はもう売ってないんですけど、当時好きだった三毛猫ファミリーっていうのがいて、で、その赤ちゃんをゲットしまして、今飾り棚にいます。あとは、本当に一時売ってたんですけど、妖精さんっていうのが売ってたの。5人っていう言い方していいのかな。セットになって。ブルーと、グリーンと、イエローと、ピンクと
紫のパステルカラーの妖精さんたちが、ほんとちっちゃいんだよ。多分ね、3センチぐらいの妖精さんを、あの、飾り棚に飾ってます。そう、今でもすごく好きで、母親に送ったら懐かしいね、なんて言ってくれました。はい。ということで、ふつおたはここまでとさせていただきます。ではでは、ここからはこちらのコーナーをお届けします。ありがとうのコーナー。こちらは、リスナーの皆さんからありがとうと思ったエピソードを送ってもらい、みんなでほんわかしていこうというコーナーです。では、読んでいきます。ココネーム、暴飲の罪ラージスさんからいただきました。川越のリラクゼーションサロン、ゆききさんへ。土砂降りに立ち尽くす私に、ミニ傘でよかったら使ってください、と傘を貸してくれてありがとうございます。普通のビニール傘だったんですが、私の体格でミニ傘になってしまいました。結局、体も靴もびしょ濡れでしたが、心は温かくなりました。本当にありがとうございます。というメールです。そうなんだ。私、ゆききさん行ったことなくて、いつかご挨拶したいなって思っているお店の一つなんですけど。そっか。なんか、いろんな方がそのお店を訪れているようで、すごく私も個人的に気になっています。この前、一瞬だけメルコーヒーさんご挨拶行けたりしたんですけど、いつかご挨拶に行きますね。はい。ではでは、続けて読んでいきます。ココネーム、Kさんからいただきました。こんばんは。今、家から親が帰っていきました。大学進学のために他県に一人暮らしをすることになりました。今まで多くの迷惑をかけてきました。自分は、愛想が良くなく、親にも強く当たってしまったこともあり、迷惑ばかりかけてきました。受験は、親から離れたいという思いで他県の大学を志望しました。自分の態度が悪かったのに、注意をしてくれる親を煩わしいと感じていました。しかし今、親が帰っていった車の後を見る自分には、涙が止まりません。親がいる間は、泣いてはいけないと必死に我慢していました。一人暮らしが不安でたまりません。親がいない生活がイメージできません。そんな思いもあり、涙が止まりません。最後に今までありがとうを言おうと思っていたのに、涙をこらえるのに必死で言うことができませんでした。ありがとうのコーナーですが、ありがとうを言えなかったというメールになってしまいました。というメールです。これをどういう気持ちで打ち込んでいたのでしょう。そうですね。ありがとうのコーナーとは言っていますが、こういう気持ちの方も多くいらっしゃるんじゃないですかね。確かにね、10代の頃とか、あとは、まあ大人になってからも、やっぱいると思うの。親がちょっと、うん、っていう風に思ってる方。でも、やっぱ離れてみたら、なんかやっぱり、感じると思うの。親のありがたみとか。温かさとか。そう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 。だから、それに気づけただけですごく素晴らしいと思うし、なんだったら、全然後日会えるじゃん。ちょっと距離はできてしまったとはいえ。だから、後日伝えてもいいと思うし、まだなんか伝えるのちょっと恥ずかしいと思ったら、その分、勉強を頑張るとか、なんか、そういった形で、こう、親になんか、気持ちを伝えられたらいいなって。思いますよね。なんか私もちょっと読みながらこうグッとくるものがあって。で、私最近、実は新たに引っ越しをしたんですよ。そう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 。で、母親と弟が手伝いに来てくれて、で、本当に二人ともさ、ニコニコしながらずっと作業を手伝ってくれて、帰り何時 ?22 時ぐらいまで手伝ってくれて、都内だったらいいけど、神奈川の方だからちょっと時間かかるから帰るのに、だからあまりにも遅くなっちゃったなと思って、帰り改札越えて電車のホームまで行く下りも、二人ともなんか急ぎながらも振り返って何度も手振ってくれて、私だから親がさ、家から実家に帰っていく姿を見るとさ、いつも泣いちゃうんだよね。なんか帰りたくなるとかじゃなくて、なんか寂しくなるんだろうね。そう。だからなんかそれとちょっと違うけど、重なってしまった。なんかだからどっか親をそういう風にありがとうって感謝の気持ちで思える気持ちがすごく大事だと思うから、
なんかいつか伝えられたらいいね。またお誕生日とかさ、そういう時に何か物を送るとかしてもいいかもしれない。勉強頑張ってね。ということで、皆さんからのありがとうのエピソード引き続きお待ちしております。小原好みの心置きなく。小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通た何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、ラジオネーム K さんにお送りしたいと思います。まあなんか近々またご両親とお話できるといいですね。私は家族がすごく好きなので LINE でちょこちょこ連絡取ってしまっていますが、なんかいろんな愛の形があって素敵だなって思いました。そして現在 A&G ショップにてココラジグッズ第5弾、アクリルキーホルダー、エコバッグ、グラスのココラジスペシャルセットが発売中です。皆さんぜひチェックしてください。ではでは、私からのお知らせです。ワッチャプリマジにてパタの役で出演させていただきます。そして社畜さんは幼女幽霊に癒されたいでは美和子を演じています。そしてそして、街角魔族2丁目ではシャミ子こと吉田優子を演じてます。そしてかぐや様を告らせたいウルトラロマンティックでは藤原千香を演じております。そしてカッコの言い名付けでは海の幸として出演しております。そしてくのいち椿の胸の内では林道として出演させていただきます。そして U-NEXT にてドゥームパトロールシーズン2、 Netflix にてヒルダの冒険、そしてヒルダと山の王、そして各配信サイトにて映画大好きポンポさんが配信中となっております。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。そして今回の今週の一言はラジオネームなんてこった山口さんからいただいた一言です。何？作家さんが書いてるメモ書き、小原さんがやったこれにしようと大喜びで選んでくれたメールです。そうだっけ？設定、テニス部に入っためっちゃアホなココちゃんでお願いします。アホなココちゃん、わかりました。ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。こんなことしないよ。